まずその2202のラストというのが原作におけるどのヤマトとももう対照不可能な地平に降り立ってしまったので、こっからどう進むか。でもリメイクシリーズと銘打ってやるからには、やっぱり新たなる旅立ちっていう、これを大きな指標として使っていくのが一番いいだろうっていうのはあったんですね。古代とか地球とかの置かれた状況っていうものは全く未知なんだけれども、そこからその目の前に立ち塞がっているものっていうのは、その暗黒星団であったりボラーであったりっていう、そういう状況的にはかなり似通ったものがありっていう、そこのところをちゃんとバランス取ってうまく作っていこうっていうその意識でしたね。絶対これは外してもらいたい名セリフっていうのは逆にないんですよね。その代わりあるのは、このシーンはすごく印象に残ってる、この時のこの音楽の使い方は今でも耳に響いてるみたいな、そういうところをきちっと踏襲していこうというところでしたね。そうですね、ベースのオリジナルがあってのリメイクシリーズっていうことだとであるわけなんですけど、まあそこをね、いかに現代風な要素を入れつつ、やっていくかっていうところは、本当にまあうまいこといけたのかなと思っています。まあそれにね、その各シリーズの監督さん、入部さん、羽原さんともにね、その大和への愛情があふれている方々で、その思いもね、端々から熱いものが感じられて、非常にまあ重厚感とともに熱量のある作品だなとは思いましたね。まあ、アニメーションの歴史の中において一つの大きなターニングポイントでもあったでしょうし、テレビの前だけで楽しむのではなくてね、自分と同じ価値観、共通の趣味であったりを持つ人たちが集まって、ある種お祭りができる最初の作品であったんだろうなと思うので、そういった意味ではすごいちょっとプレッシャーというか、そこはちょっと身を引き締めて臨んでいかなきゃいけないなとは思ったところですね。2番のまで、めくっていただいていたら、ここと、いや、なんか言ったんでしょうけど、本音は言ってない。一人残ったわけですけど、まあ、何かしら仕事を最後まで見届けるというか、最後までまあ、で、ここはあれ、シナリオに書いてないですけど、多分艦隊の周りにまだその砕けた艦隊がいっぱいガーッと来てるっていうので、まあ大体こういうこんなようなところで使うという。今回短期決戦ということもありつつ、しかしね、行われる出来事、キャラクターは、膨大なところがあって、そこをね、もちろんそのシナリオの段階でね、整理していただいてるんですけど、そこをまあいかにそのバランス、ボリューム感であったり、そのね、まあ、短いシーンであれば、その短いシーンの中でどう映せば何が視聴者の印象に残るかであったりとか、そういったところをちょっと気をつけながらやったところはありましたね。テンポが圧倒的に速くなってます。やっぱりヤマトだったらこのテンポでしょうっていうところに、どこかやっぱり特に2202は縛られていた部分っていうのがあったんですけれども、今回その安田さんからもテキスト量脚本の増やしてくれっていうようなことを言われていて、それはもう本当こちらからお願いしようと思っていたことだったんで、渡りに船っていう感じでしたよね。だから本当に今の、アニメーションの間合いので作られている、アニメになっていると思います。で、その時に1個だけその安田さんともども心配だったのが、音楽が大和っていうのはもともとそのある種見栄を切って出てきて、音楽がこう舞台上で役割を果たして、でそれを去っていくっていうようなね、それを次から次へと見ていくっていうような、まあミュージカルとは言わないけれどもっていう作品なので、このテンポに音楽が乗るもんかどうかっていうのは、これ正直やってみないと分かんないよねっていう。だポイントポイントでここはこれを流そう、こういうふうにしようっていうところで、その間合いだけは一応しっかりと作って、でもうそれこそ編集段階からちょっと音楽も当て込んでやってみたりとか、いろいろはやったんですけれども、でも再トータルどうなるかなっていうのが、結構最初のダビングの時までドキドキだったんですけど、意外とこれも吉田さん、音響監督の吉田さんのさすがの手腕もありますけれども、綺麗に収まって、なんか
今後のその豊戦艦ヤマトの在り方、見え方っていうところでいうとエポックになったんじゃないかなと思います。リメイクであれば音楽も一新するのも一つの手だとは思うんですけど、まあ、今回はねその旧作の音楽を、まあ、再録するものもありながらも基本的に使っていて、実際絵コンテ書いてる時にも、まあ、他の今までやって自分がやっていた作品であればその音楽の発注に関してもキャラクターの心情によった曲とかをいろんなバリエーションテンポ感で発注するところを今回はそういった形じゃなくやっていたので、実際その音楽がハマるのかなというのはちょっと自分も心配ではあったところでした。ただねそのヤマトの音楽がかかっちゃうと、まあ、その瞬間にもうヤマトになるっていうことがもう分かったので、僕は本当にまあある種ねミュージカルで突然歌い出すじゃないですけど歌ったもん勝ちじゃないですけどね、鳴らしたもん勝ちっていう ところがあって、そこがその、ね、かつてのファンにとっては、まあ、懐かしの音楽がここで来るかっていったところもありますし、うん、新しい、ね、お客さんにとってはその、うん、まあ、ヤマトの音楽ってやっぱり結構独特なものがあるので、そういったねその音楽を聴く、まあ、もしかしたら初体験になる方もいるかもしれないんですけど、その方々にとっては新しい、音楽の使い方というか見え方になることになったのかなとは思いますね。やっぱり前作だったりっていうのがあるものなので、まあ、そこまでのその方向性っていうのをガラリと変えるっていうのは難しいんですけども、まあ、今回デザイナーの玉森さんだったり石津さんだったり秋高さんっていうところと、まあ、CG の方で直接ですねデータのやり取りだったりっていうのをして、まあいろいろ何回もちょっとお手数かけましたけどやり取りをさせてもらって、でそのデザイナーさんとね直接やらせてもらったことで、だいぶそのデザイナーさんが思っている、まあ、モデルっていうんですかね、デザインに、CG の方も落とし込めたんじゃないかなと思ってはおります。そうですね、本当に三種三様のところでやっぱりこだわりっていうところも各人皆さん違いますし、でやっぱりその3人が参加とまた違うそのね場所の機体を担当するということで、やっぱ特色がやっぱりあって、でそうですね、まあ秋高さんだったりとかその、まあ、デザインにもやっぱりちょっと丸みがこう あるものだったりで、まあ、石津さんはちょっと角張ったデザインだったりとか、まあいろいろちょっと面白いところがあって、まあ、各艦隊のちょっと色が出たんじゃないかなと思ってます。そうですね、まあ、何分ねオリジナルがもうだいぶ時間が経ってという作品でもあって、その当時のデザインを今時に、作り直してということでありますが、大きくねシルエットとか形が変わるわけではなく、過去のデザインを生かしながらということで、まあリメイクシリーズが行われていったわけなんですけど、まあ、そこに関しては今回これまでの流れも踏まえて、オリジナルのメカのデザインをリスペクトしつつ、そこにちょっと味付けとして今時のテイストを入れていくというところ、まあ、そこがね、まあ、まずは第一かなと思っておりました。まあ、そこは各デザイナーさんがねうまく落とし込んでくれたので、非常にいい感じになったかなと思うんですが、ベースのデザイン的には今時とはまたちょっと違ったデザインのラインがあるので、そこがまあ懐かしくもあり、新しいところもあるという意味では、なんていうのかな、その他にこういったスタイルのものはあんまりないのかなと思うので、そこは面白いところかなと思いますね。はい、会議の時に最初にいろいろ意見案を出して、まあ、空母本来は例えば現実だと400メートル級だったり500メートル近い大きさがあって、ドレッドノートの船体を切って間にスペーサー入れて幅を広くしたり長さを長くしたりとかいろいろ考えたんですね。見た目の印象はドレッドノートに近いんですけど、実際は大きいっていう日本車とアメ車の違いのような感じ、そんな感じのデザインも最初出してたんですね。
そうすれば本格的な空母ができるよっていう。だからそうすると大和本体よりも大きくなってしまうんですよ。400メートルぐらいになるから。大和が333メートル、大和よりはちっちゃくしたいっていう福井さんの要望があって、じゃあまあ軽空母っていうことで、あの斜め甲板がついたヒューガも戦闘空母であるけども、まずまあテストベッドっていうかね、あの、まあ、テスト用に作ったっていう感じで求められるかなっていう。基本的にはそのリメイクものの常なんですけど、まあ、元と同じイメージでないと あまりいいことはないので、まあ、そこを重視して、ただそうは言っても2199以降のヤマトはそれぞれ同じだけど、やっぱりあの 今風っていう言い方もおかしいんですけど、新しさというかあのアレンジが変えられているので、それを自分的にどういうふうにやっていくかっていうのはちょっと最初模索したところであるんですね。で、まあ一番最初にその2205をやる、05をやるっていう話が出た時に、福井さんの方からなんかちょっと秋田さんがそのデザリアム暗黒セランという曲を書いたらどうなるかっていうのは一度見てみんなに見せたいんで、ちょっと1、2枚書いてくれっていうんで、最初にグレートプレアデスを書いて、最初に出したイメージで、あのここまであのやるとは思わなかったんで、でも逆にこれはこれでいいのでこのまま進めてくれと。ただやっぱりその旧作ファンがあの見たいものっていうのも確かに存在するので、それと同じプレアデスっていうのも並行して作りましょうって。だから2隻やるんですね今回。ファンに関して言うと、その元々のコンセプトはあの設計交渉の小倉さんがやられてて、あの小倉さんが福井さんのオーダーに従ってそのハンマーのなりを考えていって、で最終的にこういう感じにしましょうっていうのがあって、それを僕がその自分で進めてるプレアデスなんかとあの同じ側にいるのにあの調整してたって感じなんですね。そうですね、あの、まあ、今回はね、まあ、そういった、映像的なところ全般でいうとね、あのいわゆる昔でいうところの入射光みたいなものであったりとか、あの影のパラとかそういったものとかを割と多用していて、まあ、画面の厚みというかそこが一個ありますね。で、まあ、ただねその光だとかをいろいろと加えるにあたってもその、今時のねそのリアルな方向へ行くのとはまたちょっと違って、割とちょっとその、まあ、昔のデザキアニメじゃないですけど、あのどこか古さというか懐かしさというかそういったものを感じつつ、ただね画面的にはいろいろ情報量を入れ込めたらいいなと思っていましたね。で、まあ、その時にその戦闘シーンになるとやっぱり宇宙空間っていうのが、まあ、さっきのね戦闘機のどこにどう嘘をつくかっていう話もあるんですけど、やはり空気圧機みたいなものが使えないので、それが使えたらねあの巨大感とかも出しやすいんですけど、ね、まあ、そこら辺がちょっとまあ難しかったというか、あとまあそんなにきらびやかな宇宙でもなく割と暗い黒っぽい宇宙なので、その中でねいかにメカが沈み込まないように、見せていけるのかなってところは一個、まあ、探りながらやっていったところでありましたね。で、監督の方からはちょっとこう筆のタッチっていうのを、残ったものっていうのをちょっと CG に載せられないかっていうのが、オーダーありまして、でそこで私どもちょっと考えて、でこうちょっとタッチが入ってそういうのをちょっとセルルックの中にちょっと入れ込んで、なのでちょっと近くで結構見るとその筆のなんかムラっていうんですかね、そういうのが残ったようなあの質感になっているところが今回のあの大和の他のところと違うところかなと思っています。例えば一番この絵でいうと質感ブラシが分かりやすいのはこの辺かと思うんですけれども、そうですね、セルの状態で来たその出たこのような感じ でどこまでブラシを乗せるかっていうのはちょっと、ま、全体の流れこのってみたり前後のカットの雰囲気で判断をしてるんですけれども、おそらくあんましすごくキラッとしたハイライトとかを入れていくと、うるさくなるのと、撮影さんの方でスムージングっていってこの
セルの元の線を後で調整されるので、うん、まあそこはやりすぎないで、うん、このぐらいにしとくという。だから完成、自分の中での仕事作業としてはこれが一応完成形態なんですけども、うん、メカも見どころみたいなのがあるので、そうですね、うん、まあこれでいうとおそらくここだったりここだったり、うん、はい、まあここだったり、キャラの次に目がこう行くんじゃないかなっていう、そんなことも考えながら作業してます。で、あのヤマトってやっぱり昔の作品だと広角レンズでこう捉えたこのドーンっていうこの、ね、ノズルっていうか、その選手が大きく見えてっていうあのイメージだったんですけども、意外とその実際に 3D で先が結構細かったりとか、あ、見えないんですよね。なので実際に、まあ、そこは逆に嘘をつく形で、ここはもう広角でこういう風な見せ方にしたいっていうので、ちょっと角度をちょっと変えたりとか、ちょっとあのパースには合ってないんですけど、そういう風に、まあ、見えるようにとか、みんなが思うようなヤマトに見えるように、まあ、カメラのアングルだったり、ちょっと形状をあの大きくしてみたりとか、そういうのはちょっとやったことですね。はい、あとはまあね、あのアップの時とかでね、動きがそんなにないものに関しては、あの各デザイナーさんの方で、あの作画 CG に対してあのディテールアップの作画を足していただいて、まあ、これまでのリメイクシリーズもやってましたけど、そういったところであの寄った時にはまたさらに、CG モデル以上のディテールというか、再現しきれないところもあの見えていくこともあるかなと思いますね。オリジナルのヤマトがやっていた頃と違って、あの明るい未来とか、これから大きく何かが展開していく未来に向かってみんなで進んでいるんだっていう空気は全くないですよね。そんなような状況下で新たな旅立ちのそのに向かって進むっていうのってのは、ある種とても皮肉な構造にはなるわけですよ。で、有名なその新たな旅立ちの歌に、が自体がもう戦争は過去のものになって平和になってよかったねっていうような歌なんだけれども、もう今のアフガン見てみーっていうような状態、それが周りにあるような中で、やっぱりその歌っていうのも、これもどうにも何とも皮肉なところで、でもそれが逆に今そういうさまざまなことを経た我々だからこそ、今一瞬とりあえず、今日明日の平和生きていけるっていうことに最大限感謝して生きていかなければいけないなっていう、そういう心持ちっていうのは、まあ一方で手に入れられたような気がするんですよね。だから今回その新たなる旅立ちの音楽、まさにあの歌流れんですけど、その前後をぜひ注目して見ていただきたいんですけれども、まあ、登場人物たちが本当にあの今相変わらず大変な世の中ではあるけれども、でもこの今敵同士だった地球人とガメラス人が同じ席で向かい合ってこうやって喋っていられるんだから、それはいいことだよねっていうような、そんなやり取りがあるんですけど、そういうところから始まる新たなる旅立ちっていうところで、今自分たちが生きているこのもう本当に明日どうなるか分かんない世の中をどういうふうに生きていくかっていうところの、なんか一つのよそがに、考えるよそがになっていくといいなっていう、それはありますね。まあ、あの細かいやっぱりあのお話が詰まってる分、あの一つ一つの一カット一カットに対してあの細かいシチュエーションが全てこう分かれていっている。でそれらのディティールをこうまとめるのがやっぱりあのそれなりにこう一つ一つ丹念に考えていかないとやはり甘くなっていっちゃう。その中でみんなに協力してもらって、なるべくの最大限あの細かい映像になれるように努力させてもらいました。そうですね、自分実は本当に宇宙戦艦ヤマトファンでして、それこそ原作のヤマト、まあ、スタジオの例の宮武さんとか加藤さんの仕事を、まあ、幼い頃から見ておりまして、それで2199から玉森さんのアレンジとかが入ってきて、そのなんていうんですかね、イケてる感、デザインのイケてる感をとにかく自分がどれだけうまく再現できるかなっていうところを注力して
思いました。そうですね、やっぱり、歴史のある作品なんでですね、その歴史を踏襲しつつですね、で新たな旅立ちっていう風なですねところで、新しいところにもですね監督も挑戦していたいというところだったんで、ですね、そこをなんとか、サポートできるようにですね、設定の方を管理していたといったところであります。こだわりというか、その僕なんか完全にヤマト直撃世代だったので、ただその直撃世代って言っても一番最初のヤマトっていうのは僕は小学生ぐらいだったんですけれども、今回 の, リメイクの元になった新たな旅立ちっていうのがまあ中高生あたりで、それのリメイクを担当できるというのは嬉しい反面、やっぱりちょっと怖さというかそれもありまして、まあ、ただそのやるにあたって一応その元のイメージを崩さないようにしつつ、やっぱりちょっと新しく見せていかなきゃいけないっていうところに、まあ、かなり最初の方にこだわってやってました。1199の時から作られてるものっていうのがあるんで、そことの整合性っていうのは結構一緒に設定構成やられてる永井勝先生と一緒に気をつけてやってますね。逆に面白い、例えば波動エンジンの中で四条次元がっていうようなところをわざとモニター CG でつけてみたりとかっていう、そういうふうにもう一歩進めて表現したら下のシーンかなっていう、そういうようなことはちょっと注意してやってみたりとかしてるんですけど。1199の頃からメカの作画の仕事をさせていただいてるんですけど、今回はそうですね、意識的に1199っぽさを強く出したシーンと2202らしさっていうのもあえて意識したシーンを両方とも入れてみています。それで、また新しい、画面の雰囲気が作り出せればいいかなと思い、実際完成した映像もまたなんか、仕上げのやり方とか今までのシリーズとまた違う感じになっていて、すごい見ていてすごい刺激になりました。おかげさまでなんかとても21世紀に作ったと思えないような手作り感覚の熱というかぬくもりのあるフィルムができたんじゃないかと思ってます。なのでこれは必ずこの時代のいろんな人の胸に響く作品になっていると思いますので、じっくりご覧になってください。どうもありがとうございました。